在籍がさ30人って言ったってね、そんな僕一人見せるの初見1号さん初見です。あ、初見さんいらっしゃる。女の子はね、10人も同じ時間帯で出勤することなんてないんだから、そうそうないんだから。ね、よう出て、まあ、今、ホテ編でさえも2人しか出勤してへん店あるぐらいのに、ね、10人も出勤したら、うち、大手になってまうわ。もうその時点で大手だわ。まあ、僕よくすぐ大手になっちゃうんだけどね。なぜか知らないけど、僕すぐ大手になっちゃうんだけど、もう今回はだからそれをせずにね、女の子なんでもかんでもじゃなくて厳選していこうと思ってても、この状態だから。キツネ1号さん、ふわっちでもわざと大手になってないのか。いや、何を言うてんのか。ちょっと待って、大手になってないって聞き捨てならないんですよ、それ。ね、僕大手じゃないですか。僕大手じゃないですか。ごめんなさい、僕多分ね、ふわっちで一番配信してるんだけど。多分、ふわっち1配信はしてるんだけど。閲覧がないだけで。閲覧がないだけでね。閲覧はないわ。閲覧はないかもしれないけども、まずは治療しますとも、しますともって。キツネ1号さん閲覧1。え？閲覧1。言うなそんなこと。YouTube の動画に行くんだからこれ。恥ずかしいでしょうよ、その1とか言われたら、1とか0とか言われたらね。まあ0とか言われへんわな。やめてもらえるか、そんな恥ずかしいから言うの。ホテヘルなんてさ、それこそホテヘルなんてさ、事務所だけあってね、受付って。キツネ1号さん閲覧1、万年過疎 YouTuber。 女の子を電車で出勤させてりゃさ、全然いいんだが、さ、儲かるだよ。ホテヘルは儲かるだろうよ。人件費もいらないし。万年過疎 YouTuber ってどこですか。言うときますけどね、君たち僕の YouTube の実力知らないだけですけどね、言うときますけどあなた。ね、君たち僕のことバカにしてるみたいだけどね、僕の YouTube チャンネル、まあチャンネル登録者数は1000人しかいないよ。1002人とかね。あ、チャンネル登録ほんまよろしくな。この動画がええなと思わんでもチャンネル登録ほんまよろしくな。ね、およそ 700m 先。チャンネル登録者数は1000人しかいないんですよ。でもね、再生時間数、過去1年間の再生時間数言うときますけど、うち6000時間弱あるんだからな。5800時間あるんだからな。4000時間なんて余裕でクリアしちゃってるんだからね、うち言うときますけど。だいたい過去、48時間2日以内の過去2日のね、総再生回数が2000回、1500回ぐらい、1500回、2000回ぐらい、ね、で、過去60分間の、総再生回数がだいたいそうやな、800から1000ぐらいかな。おかしいな、60分で800から1000やんか。48時間もったんな。まあ、波があるじゃん、波があるけどね。11号池田線です。そんな自演できないわ、 YouTube の再生回数なんか。チャンネル登録者数もね、キツネ1号さん必死に連打してる法人。連打しても増えねえわ。連打したらむしろ増えねえわ。まあ回数は増やせれんのかな、いや知らないけどね。回数を増やしたら回数じゃないもん、だって時間だもん。だから、総視聴再生時間だからね。過去1年間の。それがね、6000時間あるんだよ、僕。4000時間必要ですって言われてるところで、うちは言うとくけどね、5800時間あるんだよ。もうほぼ6000時間あるんだからね、うちは。ね、ボクチョン TV 個人チャンネルはね。あとはだから、可愛らしい女の子の声でね、ボクチョン TV って言ってくれる子を探すことだけですよ。ボクチョン TV って誰か言ってくれへんかな。オクチャン TV って。なんか言えへんかな。オクチャン TV。この先、料金所です。いや、俺、オクチャン TV ちゃうじゃん。
高三オープニングそれで始まればええなでしょ。オープニングとね、あのカット入る瞬間ね、僕ちゃん TV って可愛らしい10代の JK に僕ちゃん TV って言ってもらってね、うん、あれみたいに、あの何やったっけ、あのほらイブイブみたいなあの七原くんの動画でたまにあの出てくるイブイブみたいなね、あんなんは僕ちゃん TV って可愛らしい女の子に言ってもらおうみたいな、それを言ってくれる子を探そう。300m先探そうって。ああ、うちの店の子いっぱいおんねんけどな。いくらでもおんねんけど、店の子に使ったら俺が YouTuber ってバレるやろ、店の子に。言うときますけど、店の子に僕配信してることも YouTuber やってることも言うてないからな。まもなく左方向です。きつね1号さん、今日の面接で録音しよう。今日の面接でちょっとボクチョン TV って言ってくれるって意味わからへんやろ、そんなもん。はあって言われるわ。え、どういう意味ですか、それだったらお店の名前を連呼させた方がいいよ。およそ今日の子が入店したら、あのちょっとキツネ1号さん発声テスト。発声テストな。発声テストでなんでボクチョン TV って言わされるの。ボクチョン TV の意味がわからんわ。ボクチョン TV の意味がわからんわ。どういう意味ボクチョン TV って。ボクチョン TV に変えるまでえらい時間かかったけど、ボクチョン TV 個人チャンネルに変えるまでえらい時間かかったけど、YouTube。まあでもね、名前も変わる。変えれたことですね。今僕のね個人チャンネルはあのあれですよ、あのペナルティノーペナルだから、ノーペナルティです、うちのチャンネル。何の著作権のあれも受けてません、うん、もうだからね音楽ついてる動画をね上げないことよ。こないだなんでペナ受けてたかっつったら、あれなんですよ、カラオケ配信しただろ、3月ぐらいにカラオケ3月ぐらいにカラオケ配信したやつ、ダムからえらい訴えられてたわ、うち全部動画飛ばされとったわ。キツネ1号さん嫁とのやつ、そうそう嫁と言ったね、ジャンカラのやつ、ダムから全部警告、何言われて全部 NG になってたわ、動画全部ダム関係だわ。スキヤとかね、飯屋での音楽はダメですよって、国内ブロックで済むけどね、ああいうところのやつでね、結構キツネ1号さん、ククロビンがあかんかったな。なんでククロビンやん。ククロビンは何も言われてないわ。でもこの18個のお姉ちゃんたちの何ちんちんしゃぶりたい病って何なんだろうな、これ仕事したくてうずうずするってどういうことなんだろうな、これ不思議よね。そんなにちんぽが欲しいのか、ちょっとあの子に聞いてみて、ちんちん欲しいかそんなにちんちん欲しいかお前って聞いてみて、絶対うんって言うから。そもそもちんちん嫌いだったらこんな仕事してないから、ちんちんが好きで仕方がないからこんな仕事してんだから、ちんちんが好きで本当は仕方がないんだよ。でも彼氏のチンチンが小さいとかね、彼氏がセックス1回しかできへんとか、そんなんだからね、出勤してきたらチンチンがね5本でも10本でも目の前に来るわけですよ。しかもお金くれるんだからね、ね、チンチンをね、キツネ1号さんでもおじさんのチンチンはチンでいる。そう、僕のチンチンはねあげないけど、僕はチンチンあげないですよ。30分で着くんかな。今まだ西淀におんな、これ天王寺までどうやって行ったらいい。あ、でもこのまま何は筋行ってやったらすぐか。30分で着くかな。いやーでももうね、もう何が一番ってね、あれですよ、若い子がいっぱい入ってきたのもいいんだけど、若い子がね、みんな可愛いところがね、うちすごいなと思って。みんな可愛いのよね。うん、しかも、何うちの完全業界未経験率、8割超やからな。8割超が未経験だから、うち。ほんまにその辺のね、JK 関連のリフレ店とか、系列のデリヘル店から引き抜きが来てもおかしくないぐらいのうちはレベルだからな。うん、ほんまに。まあまあでも引き抜きのやつが呼んでくれたらそれだけで儲かるから全然俺はええねんけどね。スカウト君とかよその店のスタッフとか呼んでくれるだけでもうちは売り上げになるから、ね、いいんだけど。なんなら引き抜いて。
引き抜けるもんな、引き抜いてみ、うん、うちのバッグはお前らの店よりも高いから、うん、まあうちの店高すぎてどうせそんなスタッフら呼べねえけどな、呼べないんだよ。およそ300メートル先、野里を、ね、間もなく左方向です。その先400メートルで花川2を左方向です。あさん、奥様特急に引き抜き行こう。行かないわ。あ、何を引き抜きに行くのそれ、ね、あなた。およそ1キロ。うちの店潰れるわ、そんなことしたら。うちの店にそんなレベルいらないわ。狐一号さん大花火アザースイって。どういう意味？アザースイってってどういうこと？もらえない、もらってもないのにありアザースなんか言えないわ。もらったらアザース言ってあげるけどさ、もらってもないのになんでアザース言わないといけないんですか？おかしくないですか？今からお昼食べるからね、あの風俗場とお昼食べるからちょっと話してください。狐一号さんケチ。どういう意味ケチってどういう意味ケチって、ただで言えってこと、ただでアザース言えって言ってんの、どういうこと、おかしくないですかそれ。左方向です。そもそも僕みたいな大手がね、あの風船やメガホンの1個でね、あのいちいち反応すると思ったら大間違いですよ。僕なんかね、あの大花火を100個回って、あ、大花火100個アザースとかね、もう招き猫2万個回ってもね、あ、マネキン号2万個、あ、あずす、ぐらいしか持ってないのによ。そんなね、まさか風船とかね、あのメガホンで僕が反応すると思ってるとかで、ね、もう恐ろしいわ、末恐ろしいわ、君たちのその考え、その思考回路が。キツネ1号さん、大手は違うな。そりゃそうですよ、そんな。そんなんでいち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 反応してたら僕、ね、もうあの配信止まっちゃうわ、うん。思わないですか？そう思うでしょ？そうでしょ？そうでしょうよ。そうです、私が変なおじさん、変なおじさんだから、変なおじさんですよ。誰が変なおじさんや。あ、おしっこしたいわ。あ、お腹空いてきた。女の子とご飯食べてね、その後なんかやるだけでね、キツネ2号さん切った、おーよっしゃー、ね、ちょっと言ってあげて、2号ちゃん、ちょっともうみんなに、僕がね、あの大花火を2万発とかもらっても、ね、ああ大花火です、ね、招き猫をね40万発もらったとしてもね、ああ招き猫40万個ありがとうございますぐらいしかね反応しないのにね、もうそれぐらい僕大手なのにね、みんなね、あのあれですよ、風船とかメガホンでね、僕に反応、おかしい、するわけやないじゃん。そんなので、そんなのいちいち反応するわけやないじゃん。これいきなり左かよ。こんなとこで左曲がる。びっくりしたの。ナビなんでこんなとこ急に左ってたの。およそ2キロ先、右方向です。いちいち僕はね、そんなね、風船とかね、メガホンごときで僕は反応すると思ってる君たちのその思考回路を問いただしたい。キツネ1号さん、そこら辺の過疎と同じにするなってか。いや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 、過疎と同じってどういうことですか？おかしくないですか？ね、過疎と同じって、大手の僕を捕まえてね、このふわっち1ね、あれですよ、キツネ2号さん、ね、花火2から3発でお礼求めないでくれる、恩着せがましいって言わないとわら、ね、そんな花火のね20発30発でね、いちいちね見返りとか言わない、お礼とか求めないでもらえる、ね、恩着せがましい、ね、そんな投げるんだったらね、あの匿名で投げろよ、匿名で投げろよ、名前わざわざ出して、キツネ1号さん、ね、閲覧今4万人だよ、あの恩着せがましい、そういうのはね、大花火とか招き猫をね40万発ぐらいね、狐三号さん、このおずさんは会社経営者なの、おずさんね、おずさんは会社経営者ですわ、会社も持ってるからね、法人住民税がどうのこうのってまた書類来てたわ、もうめんどくせえわ、もうめんどくさいんだけど、めんどくさいんだけど、もうこの間自動車税払ったことは今度はな、国民あの勝手に投げてるんでしょ、誰も俺が投げてとか言ってないわらわら、勝手に投げてんでしょ、そうそう、誰もね投げてとか言ってないよ、
面白い配信をしてね、してほしかったらそれなりのものがいるってことですよ。ねえ、デリヘル屋さんもやってます。ちなみに今からデリヘル屋さんの面接です。ね、業界完全未経験巨乳娘を今から面接行きます。しかも普通のお昼の仕事をした直後に、その帰りに。こんなデリヘル屋さんおらんやろ。狐3号さん金持ちじゃんかい。いや金持ちじゃないですよ、金持ちじゃないですよ。そんなデリヘルのオーナーなんてね、承諾書があれば、あと届け出せば誰でも誰るんだから、そんなもん確認済書もらえるんだから、10日待てば。君たちなんか考え方がおし、マニュアル、デリヘル開業マニュアルを君たちは真に受けすぎね。いらない、お金いらないから、デリヘル開業するのにお金なんか1円もいらないからね。自分でホームページさえ作れたら何にもお金いらないんだから、そもそも右方向です。高速で行かそう思ってるか、こんなとこ通ってんのか、めんどくせえな。ちょっとこれ下道でいいんだけど。キツネ3号さん面接で本番する。面接ではできないでしょ。面接で本番したや、すごいなそれ。面接で本番するの。ちなみに今日面接はファミレスでしようと思ってんだけど、およそ300m 先、お腹空いたからファミレスでしようって言ってんだけど、ファミレスで本番できないだろうっていうのがね、やっぱりね、怖い人来るんちゃうかなと思ってるわけ、向こうは。ね、怖い人来るんちゃうかなと思って、でも仕事、お金いるしなって。狐3号さん、ファミレスじゃできないね、わらわらわら。びっくりドンキーでどうやって本番交渉するの？ね、なんだったら お話もできない。とりあえず、僕はお昼が食べたいだけなんだけど。だからもうお昼食べずに来ていいよっていうぐらいの勢いで、じゃあ、ね、今日ね、1時からにしましょうか、つって。まあ、おごるよ。キツネ1号さん志望動機聞こう。お金でしょ、そんなもん。志望動機って、だから志望動機は聞かなくていいですよ。僕が一番知りたいのは、いつ出勤できてね、か、グラビアに乗れるのかどうかというところと、顔出しできるかどうかというところと、まあ、キツネ3号さん社長デリヘルは儲かるでしょう、ね、というところと、ね、あとはまあ NG プレイかな。 NG プレイぐらい、NG プレート行けない地域だけ教えといてって、そんな感じですよ。うん、そしたら分かってりゃ別に電話かけたら。狐1号さん、なぜ弊社を志望したんですか。社長、デリヘルは儲かるし、だからデリヘルは儲かる、儲かんないですよ、儲かんないですよ。もう危ない危ない。デリヘルは儲かんないですよ、全然。デリヘルなんか全然儲かんないですよ。デリヘルなんか儲かんないですよ。広告代がね、広告、いや、うち広告代がね、毎月500万買ってるから儲かんないですよ。全然デリヘル儲かんないですよ。キツネ3号さん、笑ってる、わら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 。弊社を志望したというよりね、まあ、なぜ当店を選んでくれたのかなっていうところなんだけど、そんなこと聞いても致し方がないので、まあ、僕が聞くとしたら、まあ、アンケート用紙みたいな登録書に書いてあるんだけど、彼氏がいるかいないかそこだけ。大体おるねんけどね、大体可愛い子は来て、大体彼氏おるに丸されるんだけども、それ見てちょっとショックを受けるんだけど、彼氏と別れたらいいのに、大体思うけどね。まあ、2回に1回ぐらいは言うかな。うん、もうそんな彼氏と別れたらいいのに。え、彼氏やっと、吉田さん。狐1号さん、本番はいけますよね。うちはヘルスですよ。本番はできませんよ。うちはヘルス、うちはデリバリーヘルスです。本番はできませんよ。本番できませんよ。本番できませんよ。お客さんね、本番できるっていうデリバリーヘルスないでしょ。ね、誰が本番。狐3号さん、社長、お金持ちの人脈紹介してください。できればドンファンで。ああ、ドンファンな。あんな人知り合えたらいいよね。どっかにおらんかな、僕も。いつも思うわ。某風俗グループ店の会長さんは知ってるけど、知ってるだけで、ね、もう今はお付き合いないからね、あれやけど。すごい金持ちよ。だってビルに住んでるもん。自社ビルに住んではるわ、もう。自宅兼会社みたいなんで自社ビルになってるわ、もう。すごいよ、マジで。キツネ1号さん、イクノのドンファン目指そう。イクノのドンファン。キツネ3号さん、ドンファンとお友達になりたいわら。いきなり、あ、まあ、ギリギリやな、予定到着時刻。まあいいけど、ギリギリにつきゃ。ギリギリにつくんだけど、あれだな、もうおしっこしたいから、ちょっとついて、椅子座ったら、ちょっとトイレみたいな。ちょっとごめん、トイレだけ行かして。
うなるとメンヘラの度を超えてるよね、この子たちね。だって僕採用、まあ、あの不採用っていうのはあんまり言わないけど、もう厳しいですね、お力になくてすいませんとか言うけどね、だいたい採用しててね、あの日記も書いてね、パネルも上げといてね、動画もちょうだいねって言って、こっちから言ってんのに、出勤していいですか、早く出たいですね、どうしたみたいな、そんなにメンヘラちゃんみたいな。キツネ3号さん、不採用の基準を教えてくださいわら。不採用の基準まあ売れるか売れないかですよね。こいつ絶対無理っていうやつは絶対採用しないですよ、いらないもの。あ、この子やったらこうすればお金になるかなと思ったら採用です。かたくなに私こうなんですっていうやつは逆にね、可愛くてもいらない。キツネ3号さん顔スタイル、いや、それは総合点数ですよ。スタイルだけ良くてもあかんし、顔だけ良くてもあかんしね、スタイルと顔だけ良くてもあかんし、スタイルと顔だけ良くてもね、あれは NG これは NG って言ったら仕事つけれないでしょね。だからある程度はできてもらうと困るわけですよ、ね、フェラができへんどうやってお前風俗で働こう思ったみたいな、どういうことみたいな、ね、キツネさん号さん確かにわらわらわらから、ね、あのお金もらえるのにね、いやフェラ生フェラ NG で、いやもう帰れよお前長浜ねるちゃんがうちに面接来てもね、私生フェラは絶対できませんとか言ったらお疲れさんですよ、ね、長浜ねるちゃんに生フェラしてもらおう思ったらね、40万でも50万でも払うでしょうよ。おらんかな、ほんま、あのやらしい体しとるわ、あれほんまに、あれはやらしいわ、あれ19歳やで、あれでやらしいわ、まあ、あれにいたら18歳のうちにはいてるけど、うん、いや、というかラストアイドルに全然出てもいいような子なんだけどね、あの子なんでうちの店におんの。キツネ3号さん、女の子がチップもらったら会社にバックしなくても大丈夫。いや全然大丈夫ですよ。キツネ4号さん、次枠。僕うちの店はね、あの店落ちさえもらえればそれで何でもありって言ったら、あのダメだけど、うん、だってもらったチップはうちが、僕が店が贈与されたわけではないからね、それは女の子がもらったお金なので女の子のもんですよ、うん、女の子がお客さんから贈与されたもんでしょ、それを店に落とせっていう店がおかしいんですよ。あれエンデリとか多いけど、うん、その時点でやり方間違ってるからなって思うんですけどね。おしっこしたいわ。次枠はちょっとできないですね。時間的にちょっと無理だな、これ。次枠は無理だな。この枠で一旦終わって、その子が帰ってからなので、その子何時まで仕事するのか知らないけど、そんな感じです。キツネ3号さん、優しい社長だ、おしっこ漏らさないようにねわら。優しくはないと思うんです。いやだってあのそこを店落ちにせえっていう時点で店が搾取してるだけじゃない。あのね、女の子を稼がせるからお店は儲かるんです。その根本をね、あの今のスタッフも店も忘れすぎ、およそおまず女の子が稼げるからお店も稼げるわけね。女の子を稼がせることができない時点でもお店もダメなんですよ。だから女の子のものまで手出しちゃダメですよ。だからあの僕はあのいつもね、キツネ3号さん社長の言う通り、スタッフと女の子が付き合うと罰金とか、どこもかしくもね、その従業員雇い入れる時に、あの特に男スタッフの時はそんな誓約書書かすんですけど、うち逆やからね、言わんから。付き合ってもあかんとは、どうせね、出来上がるんだからね、付き合うなって言ったからやるものはやるんだから、そんなことはめんどくさいから言わないです。付き合うのはかめへんからね、とりあえずやるならやる、やらならやらん、そこはけじめつけて、それだけです。付き合って出勤が減るとかね、なんかもう、あのあれ誰は嫌、彼は嫌とか、そんなわがままは言わんといてって話ですよ。店が儲かるようにしてってことです、ね、それだけやってくれたら別に、付き合うか何しようか、なんか遊びに行こうか、好きなようにし、みんな仲良くして。キツネ2号さん、社長らしいこと言うねわら。いや、これはもう僕ずっと貫いてますからね、あの10年前から。キツネ3号さん、女の子が働きやすそうなお店だね。まあでもそれがね、逆に言うとね、あの他のお店のね、あのオーナーとかね、そういう大きいね、グループ店の会長さんにいつも言われるのがね、お前は甘いなって、いつも毎回必ず言われる。お前は甘いよなって。だからそこを厳しくすればもうちょっともっともっとね、僕もお金になるんでしょうけど、もうめんどくさいのよ。
どうせバレる、どうせ付き合うし、どうせバレるし、どうせ揉めるんだから。狐三号さんでも給料が安かったりして、わらわらわら。給料が安いというかね、僕の利益がないです、いつも。なんだかんだ甘いからね、女子給も高いね、スタッフにも給料やろうね、それは店の収益ないわな。狐一号さん、こうちゃん、あまあま。大体あまあまあ。だから思んない。だから僕自分でやるのがいいね。人雇ったら、どうせ甘やかすだけだからね。自分でやったら全てが自分のもんだしね、自分で自分は甘やかさないでしょ。これギリギリになってきたな。ちょっと到着時刻がやばくなってきたな。しかもここで曲がれっつってるしな。どうしようかな。大黒町、大黒町経由で天王寺行くと、あっちから行けばいいか。あっちから行こうか。ナビはここで左曲がれっつってるけどね、こんなとこで左曲がったらそれこそあれだろう、谷町筋でどうせ行けって言ってんだろこれ、うん、これはどう見てもね、このまあ狐4号さん悲しみの残り3分、あー残り3分ね、ごめんなさいね、もうちょっともう時間的に無理ですねこれね。そう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 、もうおしっこ漏れるわ、もうおしっこしたいんだが、もうお茶とか飲むんじゃなかった、もうコーヒー飲んでお茶飲んで、もうすごいおしっこしたいんだけど、おしっこしたいんだが、でも面白いおもちゃを手に入れたよ僕は。これね、デリヘルの開業届、ね、あの確認済み証ね。キツネ3号さんおしっこ社長わらわらわら、キツネ4号さん個人の清水、あ僕の清水、キツネ1号さんこうちゃんも天然水しよう、僕の天然水売ろうかな、ペットボトルに詰めて売ろうかな、ペットボトルに詰めてそれ画面に見せたらバンになるらしいな。まもなく、ところで長トロは最近配信してんのあれ、その先左方向です、長トロちゃんは、ね、いや、まっすぐ行こう、何忘れずまっすぐ行こう。キツネ4号さんそれって金映えの番のことかな、 W 山崎くん番になったの、長トロが番になったんじゃない、あのなんだって くぼくぼまなまなが番になったんじゃない、くぼくぼまなまな先生ですからね、あれこそ先生ですからね、あなたたちバカにしてるけどね、立川市議会議員ですよあの人、誰ですか1231人もあんな人に入れたのね、えニコ生主に1231票も入れて、キツネ4号さん一瞬で番解除になってたけど、あマジか、やっぱ大手やね、キツネ3号さん社長面接頑張ってくださいね、また遊びに来ます、のダブルクオート、ありがとうございますね、ということでね、これからねおじさんはね、若い小娘とお昼してきますよ、うん、若い小娘とねハンバーグ食べてくれ、ハンバーグ、キツネ1号さん個人は運営から嫌われてるもう絶対嫌われてる、間違いなく目つけられてるよここのクソ運営ほんまね、人がやってたね、お嬢様酵素ダイエット企画をなんかあたかも自分ところがそこと提携しましたみたいなね、ハンバーグか W、ね、なんかあたかも自分ところで考えましたみたいなんで、なんか今からイベントやろうみたいなこと言うてるけども、そもそも僕が配信してあげたからお嬢様酵素ダイエットもね、あ、じゃあそういうのもこうそういう方法もありだなと思ってやり始めてんのにね、ちょっと感謝を したらちょっとここの狐2号さんわーわー、ああもうわーわーですかね、わーわーですか、およそ600メートル先左側側道です、じゃあねわーわー言うとりますが、およそ300メートル先左側側道です、ご視聴ありがとうございました、キツネ1号さん今日も花火すごかったね、キツネ4号さん取られたのかかわいそうに、この枠での花火は、キツネ5号さん九門流の師匠創造性、本名大西48歳香川県高松市中40家手できた子2人児オフパコが嫁にバレ全赤特定され